こんにちは、スタイリストの大山俊です。皆さん新年明けましておめでとうございます。お正月からですね、僕のチャンネルを見ていただいてとても嬉しく思っております。今年もですね、週に4本ペースで皆さんにですね、役立つようなファッションの基本だとかアイテムですとかコーディネートどんどん情報を出していくので、ぜひ皆さん楽しんでいただければなというふうに思ってます。そして今年1本目のテーマなんですが、どんな内容がいいかなと思ったんですが、やはりですね、このチャンネルらしいユニクロの新作の商品をですね、ご紹介をしてみたいなというふうに思っています。意外とですね、ファッション業界あるあるなんですけども、実際の季節よりも早めに様々なですね、新作の商品が入ってくるわけなんですね。今は1月の初旬ということで、まだまだ基本的には寒いですし、冬だと思うんですね。ましてこれからですね、2月にかけてどんどん寒くなっていく一方なんですが、ファッションの世界では春の新作というものがどんどん入っていまして、特にユニクロって結構そのスピードが速いんですね。ですので結構オンラインサイトを見ていただいたりだとか、実際の店舗に行ってみても、冬物もある一方で春の新作が続々と入荷してるんですね。とは言ってもですね、皆さんの感覚としてはまだ寒いのに春物なんて全然興味がないよというところかなと思ってまして、それは僕自身も同じなんですね。やっぱりまだこのタイミングでと春物を買いたいという気分ではないんですが、ただですね、春物の中にも今から取り入れられるようなものって結構あったりするんですね。それが今回ご紹介したいこちらのニットなんですね。はい、ちょっとお見せしたいなと思ってるんですが、こちらはですね、見ていただくと分かる通りモックネック型のセーターなんですね。商品名はウォッシャブルモックネックセーターかっこ長袖ということで、色の展開がですね、3色になってまして、ブラックとあとはブルーですね、ネイビーよりも少し明るめのブルーと、そして今回ご紹介したいこのベージュの3色展開になってまして、こういったニットというアイテムはもちろん春にも使うんですけども、今時期からガンガン使えるようなアイテムなんですね。冬物に比べて何が違うのかというと、まあ、素材使いがちょっと変わってくるのと、あとはですね、色合いがやっぱり変わってくるんですよ。秋冬のカラーというとどうしてもですね、濃いものが多いんですね。まあ、僕の動画の中でもよくご紹介するのがダークグレーだとかブラック系の色かなと思うんですが、まあ、こういった春物の新作だと秋冬でも着れるようなニットでも色合いが明るいんですよ。ベージュという色でも秋冬のベージュってやっぱりですね、コクが深くてもっとですね、秋冬っぽい濃いベージュなんですが、この今回ご紹介するベージュに関してはちょっとですね、ホワイトの方向に寄せたような明るいベージュなんですね。これがすごくいい色だったので僕は思わず購入をしてしまいました。こちらのニット春物なんですが、厚みとしては薄すぎず、かといって厚すぎないので、重ね着にも活用することができますし、まあ、いろんな着こなしの方法があるかなと思うんですね。しかも襟型としては少し高さのあるモックネックになっているので、その点はですね、秋冬らしさというところも感じられるかなと思うので、これは使い勝手がいいんじゃないかなと思ってます。このモックネックのセーターは以前からやっていまして、僕は多分ですね、ダークグレーを以前に買ったことがあるかなと思うんですが、このベージュの色合いはですね、すごく新鮮な雰囲気だったので、今回の動画ではこちらを実際に着用しながら、どのような点がいいのかですとか、どういったコーディネートが想定できるのか、このあたりについて具体的に見ていきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。なかなかですね、雰囲気のいいニットになってるかなというふうに思ってます。まずサイズなんですが、僕は身長164センチ、53キロと小柄なので、適正サイズで言ったら S なんですけども、今回はあえてですね、ワンサイズ上げて M を選んでいます。それでも決してですね、大きすぎることはないかなと思うんですね。身幅にも適度にゆとりがありつつ、袖もですね、そこまで長すぎないので、個人的にはですね、ワンサイズ上げて少しゆとりを持たせた方がいいかなと思ってるんですが、もともとですね、サイズ感としてはタイトなものではなくて、少しゆとりを持たせてあるので、まあ、このあたりはですね、ジャストサイズにするのか、もしくはワンサイズ上げるのかは、好みで考えていただければなというふうに思ってます。ちなみにですね、僕は
ワンサイズ上げようか、もしくはツーサイズ上げようか、結構迷ったんですね。まあ、ツーサイズ上げたところで、そこまでですね、ダボダボ感はなくて、さらにトレンド感があって、着こなしとしてはすごく完成度が高いかなと思ったんですが、一つ問題点がありまして、このネック前ですね、ここがどうしても隙間が空いてしまうんですね。ちょっと後ろの方にですね、フィットしてない感じが強く出てしまったので、まあ、そういったネック周りを考えるんだったら、ワンサイズアップぐらいが僕はバランスがいいかなと思うんですね。特にモックネックセーターは、このネック周りのですね、フィット感、すごく重要だと思っているので、まあ、サイズはジャストサイズか、もしくはワンサイズ上げぐらいがいいかなというふうに思ってます。特徴としては、肩合わせのニットになってまして、表面に凹凸感があるんですね。これがまた雰囲気が良いんですね。さらっとしたニットもいいんですが、こういった凹凸があることで、着こなしにちょっと変化みたいなものも見られますし、実際に縦にこうラインが入ってるように見えるので、少しだけ着痩せ効果みたいなものも楽しめるかなと思うので、まあ、その点も含めて使い勝手がいいのかなと思ってます。あとは重さなんですけども、結構ね、着心地がライトなんですよね。非常に軽くて、着ていてストレスがないんですね。肌触りもチクチクしないので、ニットが苦手な方でも使いやすいような、非常にですね、便利なものになっているかなと思ってます。まあ、ニットはですね、1枚で着ることももちろんあるんですが、まあ、個人的にはですね、重ね着のパーツとして使うのがいいかなと思ってますので、僕はこのままのスタイルよりは、この上ですね、コートだとかダウンをですね、羽織りながら活用したいなと思ってます。また、このニットの下に着るものなんですけども、まあ、いわゆるですね、ヒートテックだとか極暖みたいな、ある程度暖かいものを着ていただければ、かなり安心感があるかなと思うんですが、それだけではなくて、下にですね、シャツを着てレイヤードを楽しむという方法もあるので、この後ですね、重ね着を含めて、コーディネートを具体的に紹介してみたいなというふうに思っています。はい、ということでニットの上ですねコートを着てみました。まあ、実際ですねこのニットを合わせるときにはこのような重ね着をすることが多いかなと思ってるんですが、内側に着るニットがですね明るいとだいぶ雰囲気はですね変わってくるかなと思います。このコートはユニクロのシングルブレストコートで、結構この動画の中でも扱っているものなんですけども、以前はですね、中に着るものは割と濃い色のニットが多かったので、まあ秋冬っぽい見せ方をすることが多かったんですが、同じコートでも内側にこのように明るいニットを差し込んであげることで、だいぶですね、雰囲気が変わるかなと思ってます。まあ特にですね、1月過ぎ、2月だとか3月だとか、まだまだ寒いんだけども、ちょっとこう明るさを出したい時には、すごくこのベージュが使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもご活用いただければなと思ってます。あともう一つやってみたのがですね、このニットの内側にバンドカラーシャツを入れているんですね。ちょっと襟元からシャツの襟部分が見えるのわかるかなと思いますし、あとはその部分ですね。ここからもシャツを覗かせてあげると、レイヤードをですね、作ることができるので、少しアクセントになるかなと思ってます。まあ、実際ですね、ヒートテックだとか極暖の上にですね、ニットを着るよりも、その間にシャツを差し込んであげると、さらに暖かくなるので、まあ、そういった点でもですね、便利な着こなしなので、ぜひ皆さんもですね、シャツ×このモックネックセーターというですね、組み合わせも試していただければなというふうに思ってます。このようなちょっとコートを使った着こなしもいいんですが、ダウンともよく合うので、この後ダウンに着替えてみたいと思います。はい、ということで上を着替えてみました。こちらはですね、ダウンみたいなものなんですけども、まあ、正確に言うとですね、中綿のアウターになってですね、まあ、今季のスティーブン・アランのものを着ているわけなんですが、こういったカジュアルなダウンだとか中綿のアウターともですね、ニット、すごく相性がいいかなと思います。まあ、この色自体はブラックなんですけども、ダークグレーだとかネイビーのダウンと、その内側にですね、ベージュというものを合わせてあげてもですね、かなり相性がいいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思ってます。こういったダウン系のアウターって膨らみますし、着丈も短いので、かなりカジュアルに見えるんですね。まあ、そこに対して内側にニットを入れてあげることで、少し綺麗さがありますので、カジュアルと綺麗めのバランスが取りやすいかなと思うんですね。なおかつそこに明るさのあるものを取り入れることで、かなりですね、新鮮な雰囲気になるかなと思うので、このようなダウン系のアウターとも相性がいいという点もですね、ぜひ皆さんチェックしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、春のですね、ユニクロの新作であるニットを皆さんにご紹介させていただきました。
まあ、先ほどもちょっと触れましたが、春夏の新作の中でもですね、結構今時期から使えるものちょこちょこあったりするので、ぜひ皆さんにもですね、ユニクロのサイトをチェックしていただきたいなと思ってるんですが、今回ご紹介したモックネックセーター、かなり使い勝手がいいので、今時期からぜひですね、着こなしに取り入れていただきたいなと思ってます。まだまだ寒い時期は続くんですが、新しい年のスタートなので、どこか一点だけでもいいので、春らしさだとか明るさを取り入れられると、だいぶですね、雰囲気が変わるかなと思うので、今回ご紹介したベージュのニットをぜひトライをしていただければなと思ってます。そしてもう一点ですね、おすすめがありまして、それはですね、まあ、こちらにご用意している定番のユニクロのミラノリブニットですね。こちらもですね、秋冬にも展開しているものなんですが、春夏にもですね、新色を加えて、また新たにですね、発売してるわけなんですね。秋冬はですね、結構濃いものが多くて、明るい色がなかったんですが、まあ、今回はですね、新色としてホワイト系のものが入荷してるんですね。今僕が持ってるのは去年のものなんですが、こういったホワイト系のミラノリブニットはですね、すごく使い勝手が良くて、ぜひ皆さんにもですね、チェックしていただければなと思ってます。ライトベージュなのか、こういったホワイト、オフホワイト系なのか、まあどちらでもいいかなと思うので、ちょっとですね、着こなしに明るさを取り入れられるようなニットにも、ぜひ皆さんチェックをしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。